はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第278回でございます。今回テーマ見たらさ、あの人の話かって思う方も多いと思いますけど、スクランブル交差点で寝るっていうテーマです今回ね。で、あとがそのスライムっていうのと、なんかさ、書いてから思ったらスライムみたいになっちゃったんだけど、まあ、スライムっていうのと告知はツイッターでっていうところ。そう、あ、これさ、先にちょっと下から言っていいですか。オレンジのところからね、下から行こう。あの、告知はツイッターでっていうのは、その、先週と今週、結構いろんな取材をしていただいてね、新聞とか雑誌とかなんですけど、で、それにこう出ますよっていう、ちょっと情報解禁がまだ、OK が出てないんで言えないんですけど、で、それ、基本的にツイッターでしていくので、よかったらフォローの方よろしくお願いしますっていう、宣伝ってお願いです。はい。あの、検索はひらがな配置で、お願いします。で、ID が、とあるアンダーバー配置でございます。なんか、今まで、1件か 2件だったかな。偽物が、ちょっと情報、報告はされてるので、もしね、本物かな、まあ、多分なんだ、フォロワー数見れば、今3万5千人ぐらいだったかな、そうだけど。なので、それ2分かるとは思うんですけど、まあ、ひらがな配置で検索してもらえれば、たまーに真面目なことも、たまにね、ツイートしてますんで、よかったら見てみると、フォローの方よろしくお願いします。でもって、スライムの方なんですけど、これね、ちょっとみんなに相談っていうか、お願いっていうかがあってさ、YouTube ライブ、最近やってないんですけど、YouTube ライブあるじゃないですか、一時期やってたね、雑談とかもやってましたけど、一緒に勉強しようとかも。で、雑談の方、喋る方ね。で、その YouTube ライブやってる時の自分、生放送の自分って、結構まあ、作ってるというか、こう、よし、やるぞみたいな感じで、まあ、素ではないんですよ。俺は素であんなテンション高くないので、普段。うん、でね、ツイキャス来てくれてる方はよくわかると思うんだけど、自分、ツイキャスも、こうちゃんと通知をするツイキャスと、無通知キャス、無通知をしないキャスをやるんですよ、両方。で、通知する方は、まあ、そこそこ、まあ、それでも100人弱かな。で、無通知だとまあ2、30人でなるので、無通知に関しては本当に素なの。うん。もうテンション普通に低いというか、普通に喋ってる感じ。まあ結構今、ダラダラ人もここに近いんだけど。で、まあ通知するとやっぱりね、いろんな方がいるから、結構コメントも一気に読まなきゃみたいな感じで、わーって、YouTube ライブにいた感じになっているんですね。でも、最近ね、YouTube ライブの時もそう思ってたんですけど、持たないんです。いろんなコメント、ほんとコメント嬉しいからさ、いろんなコメントに返したくて、うわーって読んでるつもりなんだけども、ブラーって喋り倒すからさ、そう、だからもう聞いてる見ない人ってもさ、あんま面白くないんじゃないか、面白くないんじゃないかってあれだけど、あと自分の体力が持たなくて。そう、で、一回 YouTube ライブの方で、もう普通に、ゆったりと、まあ、このテンションで、もっと低いんだけど、本当は。だから普通のトーンでさ、ゆっくりとか、まあ、見つけたコメントに淡々と答えていくみたいなライブを一回ちょっとしてみたくって。でもそれが不評だったらさ、やめればいいと思うんだけど、っていうのを思ってるので、これまあ8時に今投稿してる、日曜のね、8時に投稿してるんだけど、まあ、できたらその同じ日の夜に9時半とか10時にできたらなとは思ってるんだけど、わからない。最近俺夜寝落ちしちゃうんで、子供と一緒に。なかなかわからないんだけど、まあ、そんなライブがもしかしたら近々あるかもしれないんで、あれテンション低くねって思うかもしれないんだけど、ああ、そういうことがあるんだっていう、このダラダラジオを聞いてるみんなは、ちょっと把握してくれると嬉しいですね。はい、ということで、本題に入る前に4分。長えっていうね。じゃあ行きましょうか。知ってる？みんなスクランブル交差点で寝てるやつ。まあ、伏せる？一応名前伏せとこうか。有名 YouTuber のある方がね、そういう動画を撮ってしまって、で、道交法違反になるんじゃないかって書類送検されるかどうかみたいな話になってるんですよ。で、かなりたくさんのニュース番組にね、取り上げられてて、モザイクがかかってたけどさ、そんなすぐバレるじゃん、そんな。で、自分もそのニュース番組で知ってね、え？と思って。誰だろう？ネットしても検索したらそう一発で出てくるわけよ。で、うわマジかと思ってさ、検索したら動画残ってたからね。今知らないんだけど、3日か4日前に見た時に動画残ってんのみたいな、え、消してないのみたいな思ったんだけど、まあさ、まあもともと YouTube でやらかす人ってちょいちょい出てくるじゃん。で、メディアというかテレビに取り上げられるのって、まあそっちですよね。
まあ、意図的にそうされてんのかもしれないけど、まあ、数字取れるっていうか話題性ができるからさ、まあ、それはピックアップされるわな、そっちがな。で、まあ、自分はやっぱ YouTube のイメージ、YouTuber のイメージか、やっぱ悪いからさ、世間的に。で、それなんとかしたいなって思ってるの、すごく。自分もまあ真面目に真摯にやってるつもりだけどさ、自分以外にもすごい真面目にね、こうやってる人、向き合ってさ、楽しい動画じゃない人ね、基本的にエンタメじゃない方でも、すごい自分の生活かけてやってる方とかも知ってるからさ、あ、YouTuber なんてって一括りにされるのは、まあ個人的にはこう気に食わないわけですよ。気に食わないから納得いかないというか。だから、自分もよく言うけどさ、YouTube で勉強することはできるんだよって、YouTube で勉強できないわよっていう人もいっぱいいるんだけど、でも、見てもらったらさ、いや、ちゃんと、意外とちゃんとやってんのね、みたいな、ふうに思ってもらえるもんだと思ってるから、まあまあまあ、それもあって、で、一応、ここ最近はあんまなかったじゃん、そこまで。まあ、なかったと思ってるんだけど、まあ、久々に出たよね、でっかいのが。でファンの方ほんとちょっと申し訳ないんだけど、あれはないわと思って、何やってんだよと思ってさ、そうで、まあ、そんなのもあったりとか、最近だとあれだね、これはちょっと、まあ、今回のこう話とずれるけど、この前生放送中、俺見てないんだけど、それ他の YouTuber さんがさ、この喋ってて、え、そんなあったんだって今日知ったんだけど、あれでしょ、女性40代かなんかの方が生放送中に喉詰まらせて死んじゃったんでしょ、それ全部生放送で流れちゃってみたいなね、そんなんもあったりとかさ、まあまあそれに関しても一個の事故だから、まあ、もちろんね、その喉詰まらせた原因がさ、赤飯かなんかのおにぎりを1個目したのかな、確か忘れちゃったけど、でもそれはまあ危機管理の面もちょっとあるのかなっていう気はするんだけど、まあ、今回の話は別件だよね、それね。まあ、一個の事故だからさ。でも、こっちはさ、さ、みんなならどうなの、実際、YouTuber のイメージってどうなんだろう。まあ、YouTube 割と好きな人が多いのかなと思うんで、これを見てくれてる方もね。どうなの、学生の中でやっぱりイメージって変わってきてるのかな、YouTuber の。まあ、自分も7年やってるからさ、YouTube とか YouTuber とかの世間の、自分 YouTube やってるけど、割と、みんなと同じような目線でいると思ってるの。なんか ガチガチな YouTuber じゃないからさ、自分。そう、割とこう同じような目線で見れてるかなと思うんだけど、ね。まあ正直さ、今の YouTube ね、まあ俺は教育をやってる人間だから、その外野から見てると、こう個性があんまないなって思ってしまってるとこがちょっとあるのね。あとは多分年齢いっちゃってるからさ、こう今のみんなと笑いのツボが多分ずれてきちゃってるんだよね、正直。だからみんなが面白いっていう動画が何が面白いんだろうって思っちゃうことが結構多くなってきてるの、ここ数年ぐらい。そういった面ではさ、その YouTube の面白さっていうところを多分年齢的なところとか自分の感性とかでずれてんじゃんって話ではなってきちゃうんだけど、でもね、なんかやっぱ個性がないっていうか、やっぱネタが被るじゃん、 YouTuber これだけいれば、特にエンタメとか。だからその中でもね、好きな人は見るんだけど、だからやっぱこう再生数を取るというかさ、わかんないけど、企画とかもさ、こうちょっとこう過度なものに走りがちになっちゃってるのかなっていうのもあるの。まあそうじゃない方もたくさんいるんだけどさ、編集力とかさ、そう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 。だから最近だとさ、この前しゃべくりに寿司くん出てたでしょ、寿司ラーメンのりっくんが、寿司ラーメンのりっくんがさ出てて、まあ、ちょっと今放送見れてなかったんだけど、でも寿司りっくんとかはさ、もう唯一無二だと思うんだよ、彼は。企画力からしても編集とかもそうなんだけど、やっぱりそういうポジションにいる方はやっぱ強いとは思うし、まあ、だからってまあ他が弱いっちゅうわけじゃないんだけど、でもなんか、YouTube っていうのがあまりにも大きくなりすぎ、一気に大きくなったらさ、こう、まあ、あるポジティブに考えれば変革期、こう変わるべき時に今来てるのかもしれないんだけど、まあなんていうかな、今の現状を見ると、なんかなって思うとこある。まあ、今回のニュースもね、それはダメ出しだったからさ、おいおいおいと思って、まあそんな感じですよね。ぜひ、まあみんなが今 YouTube っていうのをどう見えてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたい、すごく。やっぱりみんなはさ、10代じゃんか。10代がほとんどだと思うんで、基本的にね。まあそうじゃない方もいると思うけどさ。
10代なんてさ、俺からしたら半分以下なわけだから、ひたすると。だから感性とかもずれてくるし、でも YouTube はやっぱ若い子だって、若いみんながこう盛り上げてくれてるところで、それは間違いないからさ。だからそのみんなの意見っていうか、そういうのが、まあ、聞いてみたいよね、非常にと思って、ちょっとよかったらコメント欄に書いてみてください。まあ自分もね、まあ、自分は、まあ、きっと延長することは、まあ、ほぼほぼないと思うんですけど、炎上する予定はないので今のところはね。でも、あー、そうそう、ごめん、ちょっと話ずれちゃうんだけどさ、あのヒカキンさん、この前、あと、あれ、はしご酒のやつ出てたでしょ。ダウンタウンさんとさ、坂上忍さんと、スーと鈴木亜美じゃねえや、菊池亜美さんが、自宅に来ててお酒飲んでたじゃんか。で、あれ俺 YouTube で転載してるの見たんだけど、そう、見れなくて、放送は転載して見てて、で、その時にさ、ヒカキンさんが言った言葉ですっごい印象に残ってる言葉があるの。それが、その好感度が上がりすぎ、上がっちゃって、でもっと、なんか、悪いとこあるんだぜ、みたいなポジションで本当は痛いっていうのをおっしゃってて、それね、めちゃくちゃ共感してた、俺。なんかさ、俺、全然精神空襲でも全然ないのに、本当ダメダメだし、で腹黒いし、ね、あの闇抱えてるし、とかって自分で言うなっていう。ちょっとでもさ、そういうタイプなんだよ。でも、まあ、勉強やってるってのもあって、みんななんか、すごいしっかりしてる。おじさんみたいなポジションにいるんだけど、結構それってね、なんかなんつうのかな、良くないというか、全然俺、実際の俺そうじゃないからさ、なんかその葛藤ってちょっとわかる。まあ、ハカキンさんのことでわかるなっていうのもすげえ恐縮なんだけど、だから、まあ、別にやりたくないことやってるわけじゃないし、やりたいことだけをやってるからそれはありがたいんだけど、でもなんか自分の自己評価とみんながしてくれる俺の評価が、こう差がすごいあって、なんかなんていうか、ちょっとうまく感情を処理しないとうってなることがある。そう、そんなにできた人間じゃないよ俺、ごめんみたいなね、あったりはするんだけどさ、まあ、そんなことも感じたっていう1週間でした。はいっていう本気のダラダラジオ、ダラダラするラジオ、2週目に突入しておりますが、いかがだったでしょうか。はい、ということでね、じゃあ今週、じゃあ来週かあたりからちょっといろいろ告知が出てくると思います。まあ、そんな、みんなに関わる雑誌とか新聞とかね、雑誌ではないかもしれないんですけど、まあ、もし気になるものがあればぜひね、チェックしてみてください。今年はとにかく、学校の先生、そしてみんなの保護者ですね、親御さん世代に、どう知ってもらうかっていうね、ハイチのことを、ハイチのことっていうか、YouTube で勉強できんだよっていうところをどれだけ知ってもらえるかがミッションなので、まあ、とにかくね、なんだか、まあ、出てって声かけていただければ、とにかく、メディアとかにも出れるように、頑張っていきます。その分でね、体調崩したらしょうがないんだけど、まあ、やれるだけやっていきますので、まあ、お互いね、まあ、新年度始まったばっかりですけどね、はい、頑張っていきましょう。はい、ということで今週のダラダラジオ以上でございます。ぜひ来週も聞いてみてください。では終わります。バイバイ。